イクラ駅は、岡山県新見市清掃にある、西日本旅客鉄道博備線の駅である。駅番号は、JRV16。校内短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅。新見方伏線、倉敷方単線の行き違い可能駅であり、カーブのところに駅がある。駅舎からホームへは、地下道経由で階段を上る。 新見駅管理の簡易宅駅であり、午前中のみ携帯車発揮による乗車券を窓口で発見する。自動券売機、自動改札機は設置されていない。2021年3月13日より愛国家が利用可能になる。上り本線は1番乗り場、下り本線は3番乗り場。上下共用の対避線である2番乗り場は、上り列車の一部が特急を対避するために停車する。 他、臨時列車、貨物等も停車する。下り列車の発着も可能であるが、2007年8月現在での定期旅客列車では2番乗り場発着の停車列車はない。もともとは駅舎寄りの下りホームを1番乗り場として順に不満していたが、2019年3月16日のダイヤ改正に合わせて、上りホーム側を1番乗り場として不満する形に変更された。 川沿いの集落がある。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。